ただいま終わったので、ちょっとあの雨に歌えばの踊ってみたを撮ってたんで、ちょっと遅れてしまったんですけど、ちょっとギャルメイクということで、今ニーナタンのちょっとメイ私メイク道具忘れてきちゃったんで、ニーナタンのメイク道具をちょっと借りてちょっとだけギャルっぽくしたいと思います。でもニーナタンももういなくなっちゃうから、何したらいいんだろう。ギャルメイク？むずくない？かわいい。これ涙袋にちょっとなんかやばいやつ乗せてみます。これやば、これやばくない？ニーナタンこれ使うことあってんのかな、心配なんだけど。だからさ、ちょっと今日さっき知ったの、今日ギャルメイク配信だって。そう、さっき知ったからさ、なんか漬物とかさ、なんかカラコンとか何も持ってないけど、どうしたらいい？申し訳ないんだが、ギャルになるかわかんない。ニーナタンいつもこれマッチタンつけてるのかな。めっちゃやばくない？なんだこれ、やばい、やばいね。もうこれぐらいしかギャルっぽくすることないんだけど。アイライン、アイラインを引きます。誰かいるの？いますよ、みんないますよ。ヒサド行きたい。ギャルのアイラインってどんな感じなの？わかんないんだけど、これで帰るの嫌だな。もうちょっとギャルっぽくない？なんか石灰ライン書いてみてって言われたんですよ。石灰ライン書いてみる。あ、ちょっと違う。できないな。あ、すごい。石灰すごくない？ほら、目めっちゃでかくなった。これで帰るの恥ずかしいな。こっち行くかな。ね、なんか怖いよね。やばいんだけど。大丈夫こんな感じで。
え、やばくない？完成？変わんねえ、いつもと変わんないわ。みなめん、ちょっとおでことかあげたらどう？お疲れ様です。おでことかあげたらちょっとギャルっぽくない？そんなことないか。むずいな。手こ出すと子供っぽい。ダメやん。え、出れんの？うん、そう。妹です。ね、ギャルメイクなんないんだけど。え、世界ライン引きました。せいだ。いや、もっとです。もっと？どうやんの？なんかもう狐みたいに。どうやんの？え、なんかもう。私は狐ですか？ミチコにやってもらいます。やります。こんにちは、ちゃん。え、いいですか？どこ見てるのこれ？いいところ見てください。いやー、いや動かない。動かないね。こっち行きます。いや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 、行くでないって。え、こんぐらい。いや、めっちゃやばくないなんか。大丈夫大丈夫？いや、わかんないじゃないですか。うまいね。なんかうちデーモン閣下みたいなんじゃない？大丈夫？大丈夫ですか？え、あとなんだろう。あ、リップめっちゃ赤いのとかないですか？あるある。うん、気持ち悪い。え、めっちゃ気持ち悪くない？顔なんかギャルです。怖いよね。ギャルなのかな？ギャルじゃなくない？え、ギャルやばくない？あとハイライトめっちゃ入れます。ハイライト、ちょっとハイライトも2だったの？思ってます。え、じゃあこれハイライトです。あ、やだ、シャネルのハイライトなんて使えないよ。待って、壊しちゃう。あ、でもそっちからやると壊れます。あ、ん、こうでした。これハイライトなの？はい。めっちゃテカテカ。あの、こっちにも塗ってください。ここ向こう？そう、そこです。あと、ギャルってあれだ、ティーのところにしかない。ティーだって見えねえし、ティかね、これ蓋閉めて。すごい、中学生じゃない、高校生だ、ごめんごめん。高校1年生にギャルメイク教えてもらってんだが、やばくないか。あとリップをゴリゴリに引いていて、あ、涙袋下やりました。何や、涙袋の下に黒い線引くんですよ。何で？え、なんか、え、多分、あ、それです、それです。あ、それです。だってうち涙袋 めっちゃあるからさ。だから持ってるんです。引かなくてもいいと思うんだけどさ。え、なんかここの終わりぐらいから引くといいです。引いて、チーコちゃん、いいですか？はい、こっちも行きます。え、大丈夫なのこれで？大丈夫です。もっと大きく見えますこれだと。本当に大きい。あとはリップめっちゃ塗って、うん、完成。え、割と元の顔が濃いから。そうそう、あなたと一緒で。すぐギャルになれますよ。つけまとか、つ
ケモンやったらギャルなる？あ、そんな少しそんな。あ、でもごめんごめんぼかしちゃった。ナチュラルメイク好きだから。ダメです。ぼかさないでください。どこまで目が大きくなるのかなって。そういうチャレンジ。でもね、二重ももうちょっとでかくとかね。歯痛いんだけど。なんか下まつげ塗りました？え、塗ってるよ今日。弱いですよ。下まつげだってないんだもん。描くんですよ。ギャル描くんですよ下まつげ。え？最後の方この辺ですかね。描くんの方。半分ぐらい描くんです。マジ？ないから。描くじゃん。え、描く描いて。私が。全部チーコが描いてくれ。描けるけど本当に大きいからな。やば、まあ、書かれてる、なんか書かれてる。いやなんかめっちゃ書かれて、大丈夫大丈夫、あんまり大丈夫。あと目の下の涙袋入れて、ここあるじゃないですか、ここ、うん、ここに濃い色入れてください。入れてるよ、もうもうちょっとですいつもと変わんないです。厳しい。もっとシャドウねえし、シャドウ黒いシャドウっぽいないですか。それの下のコソコソしてんだもん。あ、来てくれるよ誰かが。うわ、男の人来た。いや、そこで手振る。カメラ切り替えるぞ。あ、ゆりちゃんだ。お疲れ様です。うわ、カジ、もうちょっとしゃがんで。なんで言うの、名前を。そういうやつだったんじゃないの。そこカメです。まちゃんです。今日私ギャルになるの、これから。もうそれ以上目大きくならんよ。だから今目大きくしようって頑張ってるんだよね。そう、そう、目大きい。ちょっと大きくなってます。そう、石灰ライン描いてもらったチーコに。チーコに描いてもらった。ちょっとカタカタしちゃって。あ、恋代表で描いてくれた。お前ちゃん元恋かな。グッバイ、君の夢の子は僕じゃない。明日も一緒だから、ね、明日も一緒だから。そうだ、スタートジャムです。皆さん、もう良くない？あ、OK、あとリップ塗ってください。リップは自分の持ってこよう。うるさい。じゃあみんなチーコの服見て、見て、全然伝わってない。恋代表です。そう、濃いんですよ二人とも。お、来た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 。赤いやつです、赤いやつ。赤塗ってください。うん、あれ？ないの？ちょっとオーバー気味に。え、本当口の口角も描くんですか？キモ。自分キモい。頑張ってください。そうですそうです。これで帰るの嫌だな。マスクするんで大丈夫です。ねえ、マスクって文化があってよかった。まだ大丈夫です。ギャル、ギャルです。やっとギャルだってコメントできた。やっぱリップですね。うん、めっちゃ赤いの。やっぱマット、マットでめっちゃなんか赤ピンクとかじゃなくて本当に赤シンク。もともとピンクちょっと塗ってたからさ、うん、面白い。なんか明日これでちょっと嫌だよ。明日私がギャルで出てきたら驚かないでください。あれ、おばちゃん今日お父さん今日僕ね、みたいな。涙袋くるすごいですよ。すごいね、なんか気持ち悪い。自分の顔だけ。めっちゃ気持ち悪い自分の顔。いや、本当は眉毛もっと細いんですよ。うち太眉だもんな。同じです。ほら。二大太眉だから。でもチーコの方細くない？中見して。あの、まーちゃんの方目が大きいから。いや、関係ないか。あ、でも私結構キリキリキリってやる人なんで。チーコの方が細い気持ち。それ気にしない。うちの方が太い。気にしないで大丈夫。うちの方が太いやん。太まゆこちゃんです。
あ、土山さん、クマありがとうございます。ありがとう。2個も起きた。あ、同じだ。あ、じゃあ私の分ですね。うん。チコちゃんギャルだった？いや、普通です。あ、ニナメ見て。あ、来た、本物来た。ニナメ。え、すごい。ちょっとニナメを聞いて。ここに入れて。すごい。キラキラ入れて。なんだっけ。波袋描いて、描いて、で石灰ライン描いて、あとここにも入れたの、濃いやつ、あ、え、めっちゃ鼻筋描いてみたらどうですか？鼻筋？もうなんか椿米子さんみたいな、ペって、ニンニンが燃えてきちゃったし、無理だ。すごいニーナメに褒められた、本物に褒められました。鼻いかれちゃう、それやばい、確かに。みなめう、みなめうのメイク講座、すっごいもう不安不安なわけ。確かに。え、これやっちゃっていいんですか？はい、テレテテ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 、あ、やばい、顎つかまれた。顎ちょんってしてんの、かわいい。え、顎つかまれたの、なんかアザラシみたい。ガチのメイクさんみたい。え、ちょっと入りますね。セットします。え、ちょっとスプレーだけ。めっちゃ入れるやん、大丈夫これ。二の目めっちゃいい匂いする。いや、私ギャッツビーですよ。あ、ギャッツビーだな。顎くんやんって。します。なんその帽子かぶってんの？え、これ自分で作ったんですよ。あ、新しく？そうです。新しいの。見たい。え、うまいですよ今回。え、今回の可愛いね。可愛くしました今回。めっちゃ可愛い。レースこうやってます。めっちゃ可愛いよ。でも絶対まちゃん被んないですよこれ。ポニーテールしてるからね。確かに。どう？もっとここ入れた方がいいんですかね。え、なんだ？あ、ここじゃない、ここ。目頭。うん。なんかやられております。でばあちゃんいじる会だから。失礼いたします。あ、そうそうそう、ここですよね、多分。そこもゴリゴリに入れちゃって。ゴリゴリに入れちゃっていい？どうですか？うわ、ちょっと変わった顔が。おお、なんか凹凸やばいね。凹凸の神みたいになってる。やべえ、ギャルじゃんこれ。石灰ラインがめっちゃっぽいです。ぽい？合ってる？どうやって引いたの？シリコ。いや、なんか伸ばしました。ねえ、すげえ。みんなギャル石灰ライン入れてますよ。じゃあ明日石灰ライン入れるね。それだけで結構印象変わる。めっちゃギャルっぽい。めっちゃ目でかく見える。ニナメウに感謝。ニナメウがなんかいろいろ貸してくれました。佐々木ほのかの無茶ぶりに答えてくれた。皆さん、クラウドファンディングよろしくお願いします。そうだ、あんまり先知ったから。そうだそうだ、そっかそっか。なんかあれですかね、CM みたいな。それな、皆さんの。ジェネレーションギャップが。3人のスクショ。タイム。ギャルポーズ。ね。おきゃわの3人だから。おきゃわ、おきゃわ、おがにきのおきゃわ。こうですか？あ、顔隠してください。せっかくメイクしたのに。せっかくメイクしたのに。顔正面にちっちゃく隠すんです。いや、わからん。みんなスクショできた？ありがとうございました。いや、ありがとう。じゃあ、ねありがとう。ねみんな明日ね。妹バイバイ。ねご飯食べ。はい、てな感じで、ちょっとみんな手伝ってくれた。やさこ、何時今？うん、
え、待って、明日誰担当？皆さん明日のショールームの担当教えてください。明日誰だろう、ショールーム。前髪邪魔、前髪伸びてきたんですよ最近。前髪が邪魔っすわ。パンってやりたい。明日しまたけです。しまちゃん、はい、ありがとう。明日しまちゃんだって。でもさ、明日アットジャムあるから、やっぱそれについて聞いてほしいなって思う。この歯めっちゃ痛いんだけど。明日しまちゃんです。ということで、うん、そうだな、まあ、アットジャムの振り返りがいいんじゃないですか。明日 ZEP 東京でアットジャムなんで、明日はその振り返りをしてもらおうと思います。歯どうかしたん？歯痛いんですよ、めっちゃ。なんかこうめっちゃ痛いんだけど、どうしたらいい？治療したとこ治療したとこが痛む。もう今日、ま、やばかった。ダーイン。歯医者明日行けるかな。えーだよ。そう、リアルリアル歯が痛いポーズ。なになに、セイロガン飲んだら痛くなくなる？え、薬で痛み抑えれるの？え、それって薬局とかに売ってるんですか、薬って？買おっかな。え、これ美肌？え、すごくない？なんか美肌、え、美肌、美肌、美肌機能あるんだけど、ショールームに。今知った。ちょっと今美肌にしてみた。ロキソニン。ロキソニン買いますわ、じゃあ。あんま歯痛いことないもん。あ、まーちゃん、まーちゃん、もしかしてまーちゃんに何か変な人来た。あ、違います。まーちゃんじゃない、あれ、まーちゃんじゃない、人違う、人違うと思います。森永でした。イエーイ。みんな分かんなかったでしょ、みんなちょっと分かんなかったでしょ。不審者だと思った。ニナメヨです。ニナメヨです。お疲れ様でした。俺の推しメンニナメヨでした。変な声出た。すごい嬉しかったです。かわいい。今日もおまわりさんって言われてる。危ない、やばい、うん、無事に帰ってね。無事に帰ってね、うん、私がもうあれなんで、強いんで。はい、絶対あれなんで。すげえ強そうなベルトしてる。そうですよ、今日もうなんかチャンピオンベルトみたいなベルトしてるから。はい、勝てるね。絡まれないです誰にも。え、お姉ちゃんまだいいんだ。やべえやついっぱいいる。まだまだいいんだ。かぶってください。やだ、かわいい、かわいい。対照的なね。ギャルメイクでこの次元がない、ね、次元どっか行っちゃってるよね。イエーイ。これでちゃんと帰ってくる。いや、いや、ね、え、でも本当にいそうです、ギャル。そうなんだ、行かないですよ。ね、明日よろしくお願いします。ね、明日頑張ろう。バイバイ。はい、ありがとう。かわいい2人が帰ってきました。そう、キャラ渋滞してるしょ今。マジ吐いたら死んじゃいそう。歯が痛いんよ。このさ、
だって噛むだけで激痛が走るんだけどさ、大丈夫なのかなこれ。歌える気がしないやけど。このメイクの方が入ります。これはちょっとリハで怪我しちゃっただけ。明日はしまちゃんはアットジャムの振り返りをしてもらおうと思います。そしてあのシングルも出るので皆さんよろしくお願いします。やばいやつ？ガチ？親知らずって何？そう、なんかいつもアットジャムの時なんかあるよね、私絶対。治ってるといいな、明日になったら。よいしょ。香水？別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。ロキソニン買って帰ります。薬とかあんま飲まない人だからさ。去年の分も頑張ってね。そう、去年の私声出なかったのシャットジャム、だからもう今年声は出ます。よかった。夏になるとね、声の出しすぎなのかいつも声が出なくなっちゃうんですけど、でも今年は声を出す機会がないので声は万全です。早く雨に歌えば歌いたいですね。楽しみにしててください。寝れる気がしない今日。一時しのぎか、なるほどね。アミネタイバの男性ちょっと見せてあげる。こういう感じ、こういう感じです。大体伝わるか。こんな感じです。明日はぜひアットジャム皆さんオンラインですけど配信で楽しんでくれたら嬉しいです。今日のランキング確認します。第3位ヘパリーゼさん、ありがとう。第2位カイさん、ありがとうございます。そして第1位チチクレーム過去人気さん、ありがとうございます。ほんと楽しみにしてる、楽しみにしてください。これすごいね、壁紙お祭りなんだね。こういう、あ、ショールームの、ショールームじゃない、ライブ配信の後にこういうっていうなんか電話の特典会があるんですけど、ぜひそちらの方で感想とかお話ししたいです。
なのでぜひぜひお待ちしてます。こういう受付グリーンステージとなんかトークステージがある。明日はトークステージもあります。歯痛い。ぜひ明日楽しみにしてください。皆さん今日はそろそろ終わりにしたいかなと思います。ちょっとね遅れてしまったんですけど配信が。見てくれてありがとうございました。ゴーツドラッグストア、はい、ドラッグストア行っていきたいと思います。では皆さんシングルも発売するので何卒よろしくお願いします。そうだ、ギャル配信だったね。はい、ギャルマーでした。ピースできないの今ね。ちょっと今度はカラコンとかがっつり入れてやってみたいなって思います。髪とかも今日ちょっとポニーテールでさ清楚な感じにまとめてるからもうちょっと巻き髪とかしてかっこいい感じでできたらいいなと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。